こんにちは、フロトリーフチャンネルです。今日はこちらのですね、まあ、葉がとんがった植物で、まあ、たまにこういう風にですね、茶色くなってどうしたらいいのなんてお話を聞くんですが、まあ、これの手入れをご紹介したいと思います。まあ、基本的にですね、こう葉先でも何でも枯れてしまった葉っぱは戻らないので、まあ、どうしたらいいのっていうのを聞くんですが、もう戻らないんでしょうがないです。切ってください。で、切り方なんですが、まあ、このまま平らに切ってしまうとすごく目立ちますし意味がないので、この真横にこう、ごめんなさい、真横じゃねえか、斜めになるように切っていただいて、まあ、ごまかすと言ったらあれなんですが、まあ、こう切っていただくっていうのが一番いいですね。よいしょ。一応この細胞はもう死んじゃっていますので戻りませんから、こう綺麗に、まあ、こうなると不自然っていう場合は、まあ、こういうふうに尖らしても結構なんで、まあ、尖らしてあげた方が結構自然かもしれないですね。まあ、もう正直切るしか方法がないので、こう切って手入れをしてください。で、基本的にこうなる原因っていうのが、まあ、環境がなじまなかったりですとか、あとは室内が極度に乾燥してたりですとか、まあ、何らかの根に異常があったり、まあ、根が詰まってるか逆に根が腐ってるかとか、まあ、根が発育不良だった場合に起こりますので、環境に慣れてしまってしっかり根が張ってくるとこういった症状も防げますので、逆にですね、この購入してすぐこうなってしまうっていうのは環境に慣れてなかったりとか根が不安定なままだったりするので、まあ、少し様子を見て根を張らせてあげてですね、まあ、こういうふうに新芽からきちんとピンとして、まあ、葉先が枯れてないんであれば問題ないと思います。よろしくお願いします。